はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。モンスターハンターライズ楽しんでいらっしゃいますか？本日はですね、これも環境トップと環境トップ候補と言われている斬裂速射ライト防眼装備のねご紹介をやっていきたいと思います。バージョン 2.0 がアップデートされまして、かなり強くなりました。こちらをねご紹介していきましょう。何が強くなったかっていうと、速射強化がね簡単に入れられるようになりましたんで、これがめっちゃ強いですね。でですね、今回はジーンオーカの、ライトボウガンを、使っておりまして、でこれの何が強いかっていうと、まあご存知の方も多いかもしれませんが、斬裂弾を速射、まあ、要するに1回ポッてボタンを押すと2発斬裂弾が出るということなんですよ。これがすげえ強い。でですね、まあ、これダウンしたらちなみに立ち回りなんですけども、この起爆榴弾をしっかりとね置いてから斬裂弾をぶち込むと、これでね一気に起爆榴弾が爆発して DPS を稼げますんで、ほらバババって爆発でしょ。これはねやった方がいいです。これやってない人はね、もしいれば、しっかりと起爆榴弾は設置してぶち込んでもらうと、まあやんなくても倒せますけどね、モンスターは危ない。で危なかったら今の旋回回避を入れてもらって、これ旋回回避を入れると攻撃力が少し上がるっていうね仕様になってますんで、まあ、それをやってもらうという感じですね。でこれ本当に簡単で、この武器使うのやることは1個だけなんですよ。頭に向かって斬裂弾を撃つ以上、これだけです。目標をセンターに入れてスイッチ、目標をセンターに入れてスイッチ、これだけです。めちゃくちゃ簡単なんですよ。で斬裂弾はね、持ち込み数が限られてまして、少しね切れてしまうっていう問題があるんで、そこだけがデメリットですね。それ以外はマジで強い。どこ当たってもある程度のダメージを稼ぎますね。まあ、基本的には頭をね狙ってもらって、斬裂弾打ってもらって感じなんですけども、モンスターの弱点部位に、まあ、斬裂弾を、まあ、ひたすら打っていくだけっていう感じですね。で近づいてちゃんと起爆榴弾も設置していくっていう、これをやるだけでものすごい DPS 稼げますんで。でですね、鉄鋼斬裂ライトは1人いた方がいいと思うんですよ、パーティー的に。なんで今回は周回ライトボウガン4人パーティーで周回しているんですが、その鉄鋼榴弾斬裂ライトボウガンのね装備はね、ちょっと前に動画出してますんで、概要欄に多分貼ってあると思いますけども、そっちよかったら見てください。それが1人いると本当にね世界変わるんですよ。全部斬裂ライトよりもやっぱり1人危ない1人ね鉄鋼斬裂ライトいた方がいいと思います、周回は。でルリゲンジュ周回するんだったら、今のところ僕の結論としては虫レイヤーが一番最適解かなと思ってます。でしっかりと旋回回避を入れて頭もぶち込んでいくと、でしっかりと弱点に斬裂弾を打っていくだけで、まあ、なんか面倒くさかったらもう起爆レーダー打たなくてもいいですね。もうこういうなんか最悪別にいいです。斬裂弾打っとけば起爆レーダー設置しなくてもそれだけでも勝てます全然。でこの武器のいいところはこれ麻痺が入るんですよ。これです。これ麻痺弾レベル1が打てるんで、まあ、ちょっと打てばレベル2よりはね少し時間かかりますけど、斬裂弾プラス麻痺弾が打てるっていう点がものすごく強くて、さらに鉄鋼榴弾が、おやっぱり部活した、で、鉄鋼榴弾のを持ってる人もいれば気絶麻痺が取れるので、まあ、ものすごい高速力ですね。でパーティーの話なんですけど、これパーティーは斬裂速射ライトが3人で、鉄鋼斬裂三段ライト、これ1回動画に出しましたけども、あちらのライトボーガン1人っていうパーティーになってます。これがね僕の中では最適解だと思ってます。今ルリゲンジュ周回にはね最適解、まあ、最高率だと思ってますね。これがめっちゃ強いです。でまあソロでやるときはこのジンオーガ、適当にジンオーガのこの速射ライトをただひたすらなんか頭かなんかに斬裂弾ぶち込んでいけばまあ大体死にますし、でマルチでやるときは鉄鋼斬裂三段ライト持ってけばありがたがられるんで気絶取れますから、めちゃくちゃ有能っすよ。これでね今ねクエスト4分で終わりました。ちなみにこれまだ味方の装備がちょっと整ってないので、斬裂ライトも速射強化入ってないとかあるんですよ。なんで完成形ではないんで、まだタイム縮まりますね。まだタイムは縮まる、多分ね3分台余裕ってなると思いますね、おそらくね周回は。でおすすめの環境トップ武器2個あるんですけど、これマルチ主体かソロ主体かによって変わってくるんですよ、作る優先順位が。まあ両方とももちろん作ってもらう方がいいと思うんですけども、マルチを、やってる方、主にやってる方は鉄鋼斬裂三段ライト、要はドシューの方ですね、ドシューの方を先に作っていただきたい。これめっちゃ強いんで、でそれは
動画に別に出しますので概要欄に貼っておきます。でソロをメインにやってる方はこの残裂速射ライト、ライトボーガーのジンオーガの方のですね、こちらの方の装備を先に作ってもらった方がいいかなと思いますね。まあどっち作ったってどっちもめっちゃ強いんで、結局どっちも作れという話ではある。今回のモンスターハンターライズは環境トップ武器はライトボーガンこの2個だと俺は思ってるんで、まあモンスターによって貫通弾とかはねいろいろありますけれども、これで、またルリゲンジが4個手に入りますから、なのでよかったら参考にして作ってみていただければなと思います。早速装備の紹介のパートへ参りましょう。はい、それでは装備紹介パートをやっていきましょう。使っているライトボーガンはこちらのオーガのやらい、ちょ読むの読み方わかんねえや、やらでいいのか、あーこれを使ってますと。でライトボーガジンオーガのやつですね。で、最後に弾使うんですけど、強化していくのがちょっと若干多いですね。工程が多い、鉱石素材から、強化して強化してで、強化してで強化して強化って感じなんで、まあ、ちょっと工程は多いですけど、まあ、鉱石素材なんでそんなに難しくはないかなといったところで、攻撃力190あって会心率がそもそも 10% ついているっていうのは優秀ですね。まあ、攻撃力はちょっと控えめっていう感じですけども、でスロットが2空いている、これがとても優秀。やっぱりね、あの今作、まあ、装飾品がバージョン 2.0 でアップデートされまして、ニスロに入れる装飾品がまあ強いということで、まあ、これは非常に優秀ですね。これ空いてるだけでもかなり価値がある。で、ブレはなし、反動は極小で、リロードも極速になってまして、で、特殊弾は起爆榴弾になってますよと。で撃てるね弾なんですけども、基本的にはね、撃っていくのね、残裂弾しか撃ちません。基本的にはたまに貫通電撃弾と麻痺弾っていう感じですね。まあ、ほぼ残裂しか撃たないみたいな武器なんですよ。一応レベルに通常でも速射ついてますけど、さすがに残裂弾が強いんですよ。めちゃくちゃ速射なんで、残裂弾を速射基本的にはしていって、で弾が切れてしまった場合は、貫通電撃弾を撃つか、通常弾レベル2を撃つかという感じになってますね。まああんまり撃ちませんね、ぶっちゃけ。ほんと残裂弾なんか切れたらなんかキャンプ帰るまである。一応貫通電撃弾かレベル2通常弾は、まあ、撃つことはまあたまにあるかなっていう感じなんで、持ってってもいいかなと思いますね。はい、で僕はですねこういう構成にしてまして、100流スロットは攻撃力強化2を、入れておりますと。で、ロングバレルの強化パーツを入れてます。これは攻撃力が上がるんでね。でですね、全体のスキルなんですけれども、必須スキルから説明していくと、まず弾薬、弾丸節約、レベル3、これは絶対入れてください。で装填速度レベル3も、入れてください。で反動軽減レベル3も入れてください。で速射強化レベル3、これも入れてください。で装填拡張レベル2も入れてください。でプレイ抑制はこれ暴れ打ちを食事で食うのでこれ入れてくださいと、でひるみ軽減レベル1も入れてくださいっていう感じですね。だから弾丸節約から下ここまで、これ全部必須です。なんでちょっとね枠がね少し難しいんですけども、今回は何を採用したかっていうと、その他には、まず攻撃レベル4ですね、で弱点特攻レベル3、これ会心率がめっちゃ高くなれば超会心3とかも入れられるんですけども、この武器の会心率がそもそも 10% しかないので、まあ 100% とかまでは持っていけないんですよ。なかなか難しくて会心系は。なので弱点特攻レベル3にとりあえずしました。はい、でただ弱点特攻レベル3ぐらいでは、会心率が 60% ぐらいしかならないので、超会心はちょっとやっぱ期待値が落ちるということで、だったらと思って攻撃力レベル4にしました。まあ、ここはまあ、軽く上がれば何でもいいんですけどね。まあ、弱点特攻と攻撃レベル4がなんか丸いかなと思いますね。で、弾丸節約レベル3は、弾丸を、要は残裂弾がすぐなくなっちゃうんですよ。本当に。なんかソロでやってたり、マルチでやってたり、まあ、いろいろ皆さんあると思うんですけども、弾丸節約発動しても残裂弾ってなくなると思いませんか？あれね、ワールドからの仕様で、ワールドの時残裂弾強すぎて、なんか持ち込める数減らされたんですよ。まあ、それがライズでも引き継がれてますんで、まあ、これではね、しょうがない。なんで、これは入れてください。で、装填速度レベル3は、ストレスなくね、ガンガン打てるように、したいので、これも入れてください。で、反動経験レベル3も入れてください。反動あると、もうライトボーガン溜まったもんじゃないんで。で、速射強化はね、これ、残裂弾のダメージが 1.2 倍になるんですよ。さすがに強いと。いうことで、これ入れてください。で、装填拡張レベル2も、入れてください。これがあれば、今まで、
説明してきた弾、例えば残裂弾とかレベル1麻痺弾とか全部あの装填が拡張できますんで、レベル2まででいいです。3を入れる必要はない。でブレ抑制もレベル1でいいかなっていう感じですね。これ暴れ打ちを発動した場合のことも考えてます。暴れ打ちってほら、あの弾がブレるんですよ。要は右側にそれたり左側にそれたりするんですけど、これがあれば、暴れ打ちを書き消せるっていう感じですね。でひるみ軽減はこれ起爆榴弾っていうね、あの地面に設置する爆弾みたいなのがあるんですけど、ライトボーガン、これを設置するときに、あの他の味方の攻撃、まあ、マルチの用の話なんですけど、マルチの時にはあのなんか味方の攻撃食らってるのがうっってなることがあるんですよ。なんでこれはあった方がいい、まあ、そんな感じになってます。で防具ですね、防具は、バイク、レウス、ジャナフ、アシュラってなってまして、使ってる装飾品っていうか5石はですね、これですね、装填速度レベル1、ブレ抑制レベル1、3、2っていうやつですね。まあそこまで強かねえけど、まあ3が空いてるのが重要で、速射強化のなんか装飾品って3なんですよ。なんでまあこの辺の5石はマジで本当個人によるって感じなんですよね、自分の持ってる5石に。なんでまあそのさっき言った必須スキルを、まあ、シミュレーターにかけてもらって、皆さんのシミュレーターをね回してもらって、で自分だったらどういう風になるのかなっていうのを、まあ、シミュレートしてもらうのがいいかなと思いますね。でスキルシミュレーターの使い方は概要欄に載ってますんで、そっち見てください。で装飾品は、対象を、通撃翼反、速射通撃翼反、切断、切断翼反装填で速射切断、装填、速射通撃ってなってますね。このね速射銃がね作れるのがすごくねありがたいんですよね。今までは速射強化かなりね入れにくかったんですが、速射銃を3個ぶち込んで速射強化がこれレベル3になってるんですね。これが強い、とにかくこれが強いね。で通撃銃とかも作れるようになりましたんで、かなりルリゲンジュが必要になりますんで、皆さんも周回頑張っていただいて、ルリゲンジュは、まあ、基本的に主利用レイヤーの周回をするのが個人的にはおすすめですが、主利用、レイヤーじゃなくて、主なんだっけ、青柱か。あれとかでもいいかなと思いますね。ちょっとね、玉滅にはね、若干強いんで、注意っていう感じ。とにかくね、主がいい。主周回がするのがいいと思います。で、持ってくアイテムの話なんですが、残裂弾の方はね、そんなに、難しくないんですけども、まずとりあえずですね、一応、まあ、残裂弾はいりますよね、必ずね。残裂弾は必ずいる。まあ、これがメイン武器なんで、メインウェボンなんで。で、レベル1麻痺弾も、これ麻痺取れるんで、これあった方が1回麻痺取れるんでね、いいんですよね。で、弾が切れた場合、この、要は残裂弾全部打ち切ってしまった場合ですね、調合分も含めて。打ち切ってしまった場合は、レベル2通常弾、もしくは貫通電撃弾、これ打つんで、まあ、これどっちかあればいいかなっていう感じですね。まあ、キャンプ帰ってもいいです。最悪キャンプ帰っても別にいいかなっていう。で鉄鋼榴弾も一応おまけで入れてますけど、これワンチャン気絶取れるんですよ。これ打ってれば、味方に鉄鋼榴弾残裂がいれば別ですけど、まあいない場合もあるじゃないですか、マルチとかやってる場合は。だそういう時のために入れてますね。で、という意味で、だ捕獲用麻酔弾は別にあってもらってもいいけど、持っていかなきゃいけない弾は貫通電撃弾、レベル1麻痺弾、残裂弾、レベル1鉄鋼榴弾、レベル2通常弾ってなってまして、で調合分の残裂のみ、それから、レベル2火薬庫みたいな感じになってますね。以上。本当に以上。それだけ。で、ショートカットなんですけど、ショートカットは、これさえあればいいです。残裂弾の調合。残裂弾の調合分。これさえどっかに入れて、ポッて入れてもらえば、まあ、あと何でもいい。これだけ入れてください。はい、いかがでしたでしょうか。マジで強いので、速射強化残裂弾は。これ、倒せないモンスターはね、理論上存在しないと思うんですよね、この武器で。しかも安定的にって意味ですよ。他のほら、建設とかはやっぱり被弾がしちゃうとかあるじゃないですか、プレイングスキルとか。残裂弾はぶっちゃけプレイングスキルあんま関係ないので、だからいいんですよね。だからいい。なので、まあ、とりあえず、ライトボーガン作りたいけどどうすればいいっていう人は、まずは、まあ、鉄鋼残裂三段ライト、もしくはこちらの残裂速射ライトを作っていただくことをお勧めします。なんでかっていうと、環境トップなんで、この武器が。はい。それでは、次の動画でね、お会いしましょう。普段はスラッシュアックスめっちゃ使ってるんで、次回は多分スラッシュアックスの動画になると思います。では、また次の動画で。バイバイ。